スイングをやらすということですね。はい、なおこの試合のレフリーはアメリカのラリー・サロリージャ、それからジャッジがペルトリコのセザール・ラモス、そしてもう一人ベネズエラのセナルド・ビソ、フェルナンド・ビソ、この3ジャッジによって行われます。両選手の紹介です。赤コーナー、世界ジュニアフライ級チャンピオン、108パウンド、競泳所属、渡嘉敷勝男。勝利トランク、1メートル57センチ。今年22歳のチャンピオンの渡嘉敷勝男が紹介されました。ジュニアフライ級1位、108パウンド、メキシコ、ウペ。40歳になります。47戦して34勝12敗1個との引き分け、この34勝のうちには25のナックアウト勝ちを含んでいます。レフリーのラリー・ロサリージャに呼ばれまして、両選手が試合前の注意を受けます。ご覧のように身長の差では5センチチャンピオンの渡嘉敷が上回っています。しかし予備検診の時に診断したお医者さんの話によりますと、とても30歳には見えない、肌の反応などは20代の前半であると太鼓判をもらいました。挑戦者のルペマダラ、左右のフック、さらにはアッパー、非常にエレミッシュな攻撃を展開するので有名です。果たしてこの渡嘉敷がどういうふうに挑戦者を迎え撃ちますか、大変に興味深いところです。さあ、いよいよ第1ラウンドのゴングです。超満員の後楽園ホールから WBA 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ15回戦をお送りしてまいります。お互いに再戦だけに手の内は十二分に知り尽くしております。左フックから飛び込んでいきます。早くも第1ラウンドから激しい打ち合い、やはり強気ですね、マダラは。具志堅さん、渡嘉敷もですね、とにかく前半は足を使って相手を見て後半にスパートをかけるとこう言ってましたが、やはり負けん気が強いんですぐ打ち合いますね。そうですね、もう渡嘉敷はもう本当にジャブを先に出すということ、そして足を使うということ、それを頭に入れた方がいいですね。十二分にチャンピオン、それは頭に入っていることと思いますが、とにかくリングに上がりますと人間というのは白井さん、闘争本能です。わかりますからね。またね、本当にそう思っていてもですね、はい、打たれるとカーッとなってね、忘れてしまうと、こういうことが往々にありますからね。まあそういう意味ではね、セカンドがもうこの1分間でね、もう本当のいいアドバイスを送るべきですね。しかし第1ラウンド開始早々の動きを見ますと、両選手ともなかなかいいようですね、コンディションは。なかなかね、スピードもありますね。いいんじゃないですか。今朝の計量では10時に行われましたが、両選手とも1回でリミットいっぱいでパスをしています。今日のウェイトが108パウンド 48.9 キロ、リミットいっぱいです。お互いに相手のパンチを切りました。早くも第1ラウンドから激しい打ち合いを展開しています。チャンピオンの渡嘉敷勝男、挑戦者のルペマダラ。危ないんですよ。そうですね、小さいパンチですけどね、なかなかいいんですよ。まっすぐ下がっちゃいけませんね、はいはい、もうね、一歩下がったら必ずもう右かしたりね、最後へ行きたいですね。なかなかチャンピオンもね、気が強いからね、はい、負けていないと、こういうことでも打ち合いになる恐れがあるんですね。先日の記者会見ではとにかく10ラウンドまでにチャンピオンを倒すと豪語していましたマデラ。マデラはね、はい、まずね、10回までに勝負と、はい、これを思ってるでしょうね。しかし試合前の控室ではマネージャーのエリック・フロボンさんがですね、8ラウンドまでに倒してみせると、こういう強気な発言をしてましたよ。具志堅さん、はいはい、立ち上がりのマデラ、左のジャブがなかなかいいですね。そうですね、積極的ですね、はい、だから特殊は練習に、まあ足を試合運びしたわけですね、はい、一緒になって打ち合いしたら危ないですよ。挑戦者マデラの右のフックが渡嘉敷の顔面を捉えたところで第1ラウンドが終了です。それでは第1ラウンドのスローをご覧いただきましょう。しかしそれにしてもなかなか積極的な白井さん、挑戦者のマデラの攻撃でした。右のフックですね。
挑戦するんですからね、はい、やっぱり仕掛けるのはやっぱ挑戦者ですからね、非常に元気ですね。これまでに20戦して18勝1敗1つの引き分け3つの KO 勝ち、チャンピオンの渡嘉敷勝男、画面の右から白いトランクスで出てまいりました。この試合は指名試合になっています。 WBA 世界ジュニアフライ級第6代のチャンピオンであります渡嘉敷勝男、去年の4月にこの両者の対戦がありまして、本当に僅差の判定、いわゆるスプリットデシジョンで渡嘉敷が早くも初防衛を果たしています。今夜はその再戦です。マデラはメキシコに帰りまして、おっと右のアッパー、右のアッパーが入りました。なかなか強いマデラの右のアッパーです。具志堅さん、はい、ああいうふうに一発で飛んでくるんで、よほど気をつけないといけませんね。そうですね、今回この右のアッパーだと研究してるんですよ、はい、だから渡嘉敷はガードを絶対落としちゃダメですね。本当ね、はい、それとね、あれですね、打った後ねオンバランスになること、これは怖いですね、バランスを崩すとね、はい、第1ラウンドだ、おっと今度は右のフック、これはボディを買っただけ。第1第2とともにいいパンチが挑戦者のルペマダラ、インファイトはネットを得意です。ボディを狙った渡嘉敷、持ち返す、ちょっとやはり今夜は因縁の試合ということもありますが、うん、目を離せませんね。これはね、本当にね、僕らも話しながらね、はい、なんとなくこう緊迫感がありますね。そうですね、何かあるんじゃないかっていうね、またボディを狙っています。今のチャンピオンはジャンドワッカン、これ必要ですよ、はい、もうリーチがあるんですからね、はい、やはり最後のストレートね、ジャブ、これをね、使うべきですね。渡嘉敷が1メートル60、そして一方のマデラが1メートル57センチ、リーチの差でも3センチ上回っています。チャンピオン、この3センチをなんとかうまく生かしたい。右のストレートは届きません。右のショートアッパーから入ろうというところ、左のフック、これも空振り。チャンピオンのフットワークいいじゃないですか。いいですね、相手が落ちてきてファッとね、ステップアップしてね、避けてますね。ご覧のように接近戦になりますと非常にしつこい、そしてうまい挑戦者のルペマダラ。しかし具志堅さん、30歳には見えませんね。そうですね、外国人はやっぱり30って、ね、自分の年は気にしないですよね。そうね、それとね、このマダラの体にね、挑戦者のバネがありますね。また挑戦者の構成、おっと、マダラ構成、今度はワンツー、左のフック、これは空振り、右も空振り、打ち合いだ、残り時間がありません。2回目から打ち合ってますね、はい、前に出る挑戦者のマデラ。平野さん、はい、マデラなんか頭切ってますね。切ってますね、これロング、これロング、期待のあたりから真っ赤な天下が流れました挑戦者のマデラ。しかしここで第2ラウンド終了です。とにかく高橋会長をはじめ、前半は相手の動きを見て中盤から後半に勝負というこのチャンピオンの渡嘉敷勝男、しかし第1ラウンド第2ラウンドと思わぬ構成といいますか反撃を受けておりますね。そうですね、ことに今のラウンドね、はい、ちょっと打たれましたからね、でもねこれで慌てちゃったんですよ。そうですね、チャンピオンはもっとゆったりね構えて、はい、受けて立つと、こういう気持ちでやったのがいいですよ。ちょっと椅子のないところに腰を下ろしまして、尻餅をつきました渡嘉敷。もちろんこれはダウンではありません。お客さんからどっと笑い声が飛んでいます。静寂の中にも笑いが生まれました。今夜の WBA 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ15回戦第3ラウンドに入ります。おっと、ここで2人の怪我を見ますね。まあ、3ラウンドまではですねドローなんですね、ただこの程度ですとね、はい、まあまあ大丈夫ですけど、ね、大丈夫ですね。平原さん、宮沢さん、どうぞ。挑戦のコーナーですが、はい、中村さん、はい、マデラの首ですね、はい、左の頭の中ですね、はあ、バッティングで切ってちょっと止血をしたんですけれども、またどんどん流れてくるような様子ですね。あ、そうですか。まあ、深さそれから長さがちょっとわからないんですが、まだ少しコミッションドクターに見せてませんから、レフリーのジャッジもまだ大丈夫とこういう判定であります。
反撃入線用です。しかし確実な感じはまだまた小さな左右が当たっています。右のショーカッパーが気になりますね。はい、このショートのね、右のッパー、はい、これ途中ですよ。去年よりも力強くなったという人、それから去年よりも荒っぽさが消えて上手くなったという人、いろいろいるわけですが、具志堅さんはどうご覧になってますか、このマデラを。そんなにボクシングは変わらないですけどね、はい、ただアッパーの打ち方がちょっと目立ちますよね。はい、まあ、それとね、接近するとね、去年よりまた手を出すことね、はい、これはありますね。はい、WBA のルールによりますと、3回までの偶然のバッティングは引き分け。今の左右の吹きですね、チャンピオンの。またトカシキのパンチ、今度は右のショータッカー、トカシキ反撃、ものすごい打ち合い。なお3回以降のバッティングによる試合停止はポイントの多い方が勝ちになります。なお故意の反則はいかなるラウンドでも負けになることが決まっています。第3ラウンドも残り時間が少なくなってまいりました。このラウンドはようやくトカシキが反撃に移っています。右のフックは届きません。ここで第3ラウンドが終わりました。右にチャンピオンのトカシキ、左に挑戦者のルペ・マデラ。3ラウンドはようやくチャンピオンが反撃です。第1ラウンド、第2ラウンド、第3ラウンドと激しい打ち合いが続いています。試合はこれから第4ラウンドに入ります。左の側頭部、頭の中を切っています。挑戦者のルペ・マデラ、赤いトランク、赤いリングシューズ。一方チャンピオンのトカシキは白一色であります。平原さん。はい、宮田さん。チャンピオンコーナーですが、今のところ挑戦者の動きは予想通りだと、うん、ただ相手が攻めてくるのを止めるのはフットワークと左以外ない、はい、右のストレートは当分使わなくていいと、そういうふうにセコンドは言ってます。そういう判断なんですね、白井さん。まあ、これもね、一理ありますね、うん、その代わりにレフトを使うと、はい、レフトのストレートね、これを使うことですね、それとフックで回り込むと、これもいいんじゃないですか。そしてね、もう本当に引き付けておいてですね、はい、右のショートのストレートなんか打ち込むといいですね。特に今回の練習では右のガードが下がる癖と、その右ストレートを非常に勉強したそうですから、そうですね、これが試合に出ればという感じですね。練習ではやってましたからね、はい、ワンツーバッシング打ちなんですね、はい、あれなんかいいと思いますね。平原さん、挑戦者コーナーですけど、はい、どうぞ。作戦変更なんですよ。ほう、8ラウンドより前に倒せるときにどんどん行って倒せというアドバイスに変わっています。私も控え室で先ほどマネージャーの話をお伝えしたんですが、やはりだんだん短いラウンドで倒していこう、やっぱりこれはスタミナの問題もあるんですかね。まあ、そういう面もあかもんですね。まあ、こういうのはね、チャンスがあったらですね、はい、見逃しちゃダメなんですよね。あったらそこで決めじゃないと、もうあとは今度は自分がピンチになるかもわからないですからね、はい、チャンスの後にはピンチがあるってよく見ますからね。普通は2000名入りますこの後楽園ホール、今夜は3200名と超満員に膨れ上がっております。正観のプラ構え、挑戦者メキシコのルペ・マデラ、本名はグアダ・ルペ・マデラと申します。一歩踏み込んで左の、まあ、アッパーに近いキックですね。ボディを狙います。挑戦者のマデラ、小さいパンチから右、今の具志堅さんね、はい、左をフェイントして右のアッパー、これを去年は使わなかったんですが、今回は秘密練習で出してるんですよね、挑戦者はね。今回はパンチ小さいですね、はい、あまり大振りしないね。そうですね、練習の時はね、大振りやってましたけどね、試合になったら本当にショートで打ってますね。今回も徹底して秘密練習を行ってきました。ルペ・マデラ、ちょっとまた頭がぶつかったか、左のストレート、はい、今度は右、しかし右を使って返されました。今の右上がったんですけどね、はい、当たらなかったんですけどね、鋭いパンチでしたよ。去年来日した時には体はジュニア界、そして食欲はヘビー級と言われました。そのルペ・マデラ、今回は節制しています。また鮮血が顔面を覆っています。血がだいぶ出ましたね。出ましたね。
3ラウンド4ラウンドと反撃に転じましたチャンピオンの渡嘉敷です。さて一方のマデラなんですが、これからは要するにこれまでのポイントの多い方が勝ちだろうですね。そういったところもチャンピオンも考えてやらないといけませんね。これはね本当考えないとね、はい、本当にあれですよ。もうあれですね、息が上がる時にね、はい、止血されようとか、こんなこともありますからね。その場合にはそれまでのポイント勝っている方が勝者になります。果たして高敷5度目のタイトル防衛なるか。早くも額から真っ赤な鮮血がスーッと糸を引いて胸のあたりまで落ちてまいりました。青選手のルペマデラ、ちょっと出血はね激しいですね。具志堅さん、はいはい、こういう場合にはやはりなるべく早い間に勝負をつけたいと、こういうふうになるんですか。そうですね、選手はそう思いますね。徳志もだいぶ自分のペースに乗っていっていますね。そうですね、リズム出てきましたね。すごい今日コンディションいいですよ、徳志君は。計量が終わった後、今日もいつもお参りに行く明治神宮で必勝の祈願をやってまいりました徳志勝も。マドラはね、はい、まだその打ち合ってないでしょ、うん、これがね中盤あたりだとくっついてですね、はい、しつこくなるんですね。さあそのしつこさの変人を見せるかどうか。ロープに置くから足を使って逃げました高橋。この試合はとにかくファイトマネーを全部渡嘉敷にやるから、その代わり日本以外の中立国でやりたいとこう言っておりましたルペマデラ。記者会見の時もとにかくこの試合に勝っても負けてももう一回世界を狙うと言っておりました。非常に強気なマデラ。ね、はい、最初にちょっと打たれてますけどね、あれは気をつけないといけませんね。チャンピオンのね、はい、左のストレートいいじゃないですか。なるほど ね、あれがなかなかいいですよ、リードパンチね。手数、根性、スタミナ、これは十二分に備えております。チャンピオンの渡嘉敷、サイドストレート。あれも何発も打っていくうちにだんだん効いてくるでしょうね。そうですね、それからチャンピオンはね、ファイトあるんですよ。ファイトマンですからね、中盤あたりから一気にね、わーっと出るんじゃないですか。具志堅さんはここまでのチャンピオン側の作戦どうご覧になってますか。そうですね、もう1ラウンドからもう勝負に出てっていますよね。だからもう高敷もね、自分のボクシングしてますよ。はい、はい、だから我慢をするっていうことでね、我慢をね、渡嘉敷は全然焦ることないですから。焦りは禁物、はい、という各地の経験者がおっしゃってますから間違いありません。本当にそうです、はい、バッティングの注意があったところで第5ラウンドが終わりました。どうやら赤コーナーのチャンピオン渡嘉敷も右の目尻のあたりを切ったようですね。切ったようですね。まあ、今回は具志堅さんね、具志堅さんの時にもハワイからずっと応援に駆けつけてくれたスタンレーさんがね、はい、急遽来たわけですけれども、そういった面では良かったですね。そうですね、そういうのは心配することないですけどね、はい、お互いに頭の中そして目尻を切っています両選手。因縁の試合通り激しい赤い戦いになりました本番の後楽園ホール。平原さん、チャンピオンの傷ですが、はい、長さが1センチ、はい、深さは3ミリぐらい、まあ、この程度は大したことないだろうということを言ってます、はい、チャンピオンコーナーの宮澤アナウンサーが渡嘉敷チャンピオンの傷口を伝えてくれました。マデラの方がね、はい、止まらないですね。止まりませんね、白いトランクスをつけました渡嘉敷ですが、もうそのトランクスが両者の血で真っ赤に染まっています。綺麗なのは後ろの方だけ。試合は第6ラウンドに入っています。お互いに太鼓をむき出しの試合になりました。またマデラの顔面が真っ赤。平原さん、チャンピオンコーナーですが、はい、まだ本当の動きじゃないんで、あと2ラウンドぐらいはじっくり待ちたいと言ってます。
これは具志堅さんがおっしゃったようにとにかく我慢という感じのチャンピオンコーナーです。小さいワンツー、これは届きません。富樫君もよく手を出してますよ。出してますね、はい、しかし前田もしつこい。急所急所うまくね、はい、打ってますからね。さあまたジャブを使いました富樫。そのボクシングはなかなかいい。しかし左を一発食います。どうも前田の出血があるのでちょっと失敗ですね。はい、こうなってくるとポイントも非常に左右されますので、あまり我慢をしていてですね。そうなんですね。ポイントを押されていた場合怖いですからね。ラウンドのポイントを取ってないとダメですね、はい、ご覧のように真っ赤です、まあ、テレビの画面で見る以上にこの肉眼で見ておりますとこの赤いというよりもどす黒いし、こんな感じがします、まあ、白井さんのスコアシートの上にも真っ赤な血が飛んでおりますけども ね、 血が飛んできましたね。はい、ひどいですね。そうですね、ちょっとまた出血が激しくなりました。バランスを崩したマデラ、しかし果敢に攻め込んでいきます。さあこの打ち合いはどちらに分があるか。チャンピオンの方がいいんじゃないですか、はい、今 の、 あの右のクロスなんかは割がいい当たりにしてますね。だんだんとチャンピオンらしい動きになってまいりました。今晩の渡嘉敷勝夫、この試合が5度目のタイトル防衛戦です。2発食いました。いやー、徳島はもっとダッキリ欲しいですね。ここで両者ゴングです。第6ラウンドが終わりました。第6ラウンドの模様をスローでご覧いただいております。やはりこうやって見ておりますとこの打ち合いに関してはチャンピオンに分があるようです。さあ試合は中盤第7ラウンドに入ります。この辺りが一番苦しいところ、ちょうど中間ですからね、はい、これが7、8が。おお、渡嘉敷がちょっと手を出し始めましたよ。そうですね、はい、どっちかというとチャンピオンは、ね、今まであんまり、ね、打たなかったんですからね、はい、この辺からじわじわ打つんじゃないですか。目下10連勝のチャンピオンの渡嘉敷勝夫、3年間負けを知りません。56年の12月16日韓国の当時のチャンピオンキム・ファンジュンを判定で破りまして第6代の WBA 世界ジュニアフライ級チャンピオンになっております。渡嘉敷勝夫です。この試合が5度目のタイトル防衛戦。
マダラ。どうでしょう、具志堅さん、マダラは多少スタミナが切れてきましたかね。まだですか。まだまだです。やっぱりお互い徳式もこれからスタミナもっとありますからね、はい、まだはやっぱりボディー攻めてきてますから、徳式はやっぱりボディー打たれたら後半まだちょっとありますけどね。徳式のボディー打った方がいいと思いますけど。そういう指示は高橋会長から出ているそうです。去年はチャンピオンがボディー打たれたんですよね。そうでしたね、はい、それでちょっとスタミナ自分を消耗しましたけどね。今回の試合はとにかく中盤までは相手を見ていく、後半になって一気に勝負をかけると言っておりました。渡嘉敷サイドック、まずこれからがスタミナの勝負ですね。左のダブルは一発空振り、今度は右のストレート。ここで第10ラウンドが終了しました。ご覧のようにリング下には元横綱若乃花の顔も見えます。さらには今日ゲームが中心になりました日本ハムの門田、日本ハムのソレイタ、それからクルーズ、さらには柏原、高橋聡、こういった面々もこの今晩の WBA 世界ジュニアフライ級タイトルマッチをリングサイドで観戦しております。しかし白井さん、はい、もう場内は本当に蒸し風呂ですね。びっしりですよ、はい。白井さんも先ほどからハンカチで、かなり額の汗を拭っておられますが、まあ、先ほど画面に映りました若乃花なんかは、相当ね光ってますね、額、はい、が。さあ試合の方は11ラウンドに入りました。あ、これからがもう3ラウンドですね、ですね、はい。ここが一つの分かれ道なんでしょうね。まあ、しかしチャンピオンは、ね、非常に、ね、うまく試合を戦ってますね。冷静ですね、はい、リードしてますしね、非常にいいですね。それから具志堅さん、やはり4回の防衛で相当自信と余裕も出てきたんじゃないんですか。もうね、ボクシングも違いますね。力がついてますよ。一番違うところはどんなところですか。いや、大きな右がテンプルを捉えるチャンピオンのパンチ、目が違いますね。目が違う、はい、今日の目は徳式の目は光ってますよ、はい。まあ、かつては具志堅さんもタイトルを防衛するたんびにその目つきが鋭くなりましたが、やはり勝負というのは、あるいは勝負に臨むものというのは、そういうものが体のどっちに現れてくるのかもしれません。やはり、ね、顔がね、キレッとしてるんですね。勝負なんて不思議ね、顔の層もよくなるんですね。左のボディ、今度は渡嘉敷が顔面に返す。頭からかなり水をかぶっています両選手。試合は後半11ラウンドに入っています。場内はご覧のようにプログラムを扇子代わり、内輪代わりに使って量を求めています。非常に蒸し暑くなっています今晩の後楽園ホール。平原さん、チャンピオンコーナーですが、はい、どうぞ。高橋会長は辛く見て今のところイーブンだと思う、少なくとも負けては絶対にいないとこう言ってます。早くもチャンピオンコーナーでは高橋会長のポイント読みが始まったようですが、この辺りは、まあ、今日行われた統一地方選挙ではありませんけど、票読みと一緒で難しいですよ ね、まあ、ね、これはもう一番あれですね、心配のことですからね。白井さんはちなみにこれまでどうでしょうか。私はですね、はい、2ポイント勝ってますね、チャンピオンが。チャンピオンが、はい、取ってますね。具志堅さんはどうですか。そうですね、僕の徳式は負けていませんよ。負けてない。1ポイント徳式勝ってます。1ポイント勝ってな、はい、ということは最低でも高橋会長のドロー、平井さんは2ポイント、具志堅さんは1ポイント。しかしもちろんこれは参考です。第11ラウンドも激しいパンチの交換ですが、相手をグラッとさせるパンチまではいきません。ラリー、ロサリージャレフリーからちょっと注意を受けました渡嘉敷。ここで11ラウンドが終了です。画面の右側にチャンピオンの渡嘉敷勝を、左側に挑戦者メキシコのルペマデラ。試合の方はいよいよ12ラウンドに入ります。ご覧のように師匠渡嘉敷勝夫の赤い横断幕も見えます後楽園ホール。3200人以上のお客さんが詰めかけています。あいにくの日曜日、
与田学園物もちょっとできないということで、この後楽園に足を運ばれたお客さんもだいぶいるようです。相変わらず頭からの出血は止まっていません、マデラ。しかしそれでも果敢に果敢に前に出ます。さあこの打ち合いはどうでしょう、白井さん。これはまだ両者ともあんまり当たってないんですよね、はい、ちょっと力みがあってね。共にフックが得意の両選手、その得意のフックを左右飛ばしました。ご覧のように大きなもうスイングに近いフックです。青コーナーからはリベロトレーナーの声援が飛んでいます。今年も手を出しておいてんですよ、そういう時は、はい、もう防御一点張りじゃなくね、反撃したんですよ。ちょっと今危なかった。さあ今度は渡嘉敷の反撃、左右ロック。渡嘉敷もちょっと疲れてるようです。こう見てくるとマデラは本当にタフ、根性ありますね。根性ありますね。右のフック、お互いにこのラウンドはグラッとする場面がありました。やはり食われてません。まあ、今までではこのピンチが今の1回だけですね、ピンチっていう本当にピンチは、はい、体勢を果たして桜を打つことができるかどうか、ね、持ち直ったんですね、はいはい、まだこのラウンド30秒あります。さあ接近戦です。はい、ちょっと肘を使ったということなんですね。これ大きいですね、大きいですね、この1点は。1点限定ってますと、もしね、このラウンド取られたら2点取られちゃうんですよ。こういうことになりますね、はい、ダウンと一緒ですからね、はい、ラリー・ロサリージャ・レフリーが1点限定。さあ、ここで第12ラウンドが終わりました。さて、12ラウンドの打ち合いですが、球左を食いました。そして右のショートハッパー1発、2発、3発、4発ですから ね、それで左のフック、はい、ここは一番右でした。引いたですね、はい、その上さらに1点減点ですからね。本当ですよ、これは去年もね、はい、こういうようなことがあったんですよね。ちょっと昨日の板の子を打たれましてね。そうですね、12ラウンドの1点減点は大きい。さあ残り3ラウンドでよほどラッシュしなきゃいけませんね。そうですよ、今度はイーブンになっちゃったんですよ、はい、私のポイントじゃね。去年に続いてまたしても判定に持ち込まれるのか、あるいはチャンピオンが意地を見せて挑戦者を KO するか、とにかく分かりません。小さなパンチ、これは具志堅さんいいですね。あのね、渡嘉敷もね、ひっついたら手を出すんですよ。今向かい渡嘉敷のね、はい、渡嘉敷のパンチは当たってるんですよ、はい、マデラの顔面に。だからひっついたらすぐ先に手を出したわけですね。大きいパンチは当たりません。左を浴びた。平原さん、チャンピオンコーナーでは相手も弱っているからもうじゃんじゃん打ち合っていいとゴーサインが。おー、危ない。カウンター、ワンツーがカウンター、怖いぞ。あ、どんどん打ち合っていいという指令が飛んでるそうですが、しかし不用意に打ち合うと、ああいうね、そういうことなんですよね。普段は練習では絶対あんなワンツーなんか見せないのに、マデラは試合になるとああいうのを使うんですね。予期しないような感じをね、打ちますからね、はい、怖いですよ。もちろんスタミナ、そして根性、手数では
マダラに勝るとも劣りません。このチャンピオンの渡嘉敷、右のフック、アッパーに近いですね。背の小さいマダラ、アッパー気味に入ってまいります。今度はボディを狙う、マダラがまたちょっと盛り返しましたね、はい。先ほどちょっとスタミナが、ね、はい、消耗したと思ったらいい、中盤使いましたが、今のような左を持ってとかしっかり右のストレート、またグラッときた、危ない、危ないですね、足がもつれている、右を切った、左を切った、体を切ってる、さあ逃げろ、危ないですね、クリンチするの、そういう時はクリンチするのよ、打つのか、あるいはクリンチをするのか、はっきりした方がいい、チャンピオンちょっと連打を食いました。まだ30秒あります。前のラウンド、このラウンドちょっとフラッとしています渡嘉敷、終盤から後半ちょっとスタミナが心配です。これはちょっとおかしくなってきたんですね。そうですね、治療官がおっしゃるように完全にまだ控えました。いや、しっかり控えちゃったんですよね、はい。13ラウンドが終わりました。試合前は後半になって一気に勝負をつけると言っていましたチャンピオンコーナーでしたが、逆に12ラウンド13ラウンド今ご覧いただいておりますが、グラッとしているのは渡嘉敷の方です。ちょっと先行きこう、まあ、運まではいきませんけれども、ちょっと嫌な感じですよね。不安ですね、はい、この今の回ね、はい、ちょっと不安になりましたね。74歳になります。24度目の来日、挑戦者側のルペ・サンチェスマネージャー、この14ラウンドは一番大事ですよ。一番大事、はい、これはしっかりやった方がいいですよ。最終ラウンドというのはもう両者ともガンガンいきますからね。その前のラウンドでまず1ポイントを口に取っておくと、そうですね、もう自分がこれもう精神力っていうか、はい、もう我慢して渡嘉敷が手を出すっていうこと、はい。練習を積んでくるんですからね、白井さん、ね、意気込みがね、はい、大事なもんなんですね。国のないような試合をやってほしいチャンピオンの渡嘉敷勝雄、この試合が5度目のタイトル防衛戦。しかし後半し14から15ファイトで2ラウンドなんですけどね、はい、ここでもう自分の力を全部出すことです、ね、そうですね、はい、もうね10ラウンド終わってね、それに下回りついてもいいんですよ、はい、それまで頑張ることですね。これはもうお互いに言えることですけど、しかし具志堅さん、こういう展開は予想だにしなかったですね。そうですね、渡嘉敷はまた回復力が早いですね。22歳の渡嘉敷、そして30歳のマデラ。平原さん、挑戦者コーナーですけどね、はい、チャンピオンが疲れてるのはお前も分かってるだろうと、はい、疲れたチャンピオンは楽にしてやると言っています。かなり余裕を持っているようです。さあ、また打ち合いです。その方法としましてね、はい、離れてストレート、ついてコンビネーションと2つを言っています、うん、あ、このチャレンジは本当に力いっぱい戦ってます ね、 そ、 すね、それも頭の中を切っての戦いですから、おっとチャンピオンが鼻血を出しましたね。鼻血が出ましたね、はい、メディネの血は止まっているようです。さあ、ボディを狙ってきた、またボディを狙っています。ルペマデラ右、顔面を返す、チャンピオンの渡嘉敷、接近戦、小さいパンチ、これはチャンピオンが当たっています。ボディを狙います、今度は顔面だ、しかし右を引かせた、お互いに疲れているか、疲れてますよ、疲れてますね、本当疲れてますよ、この時にね、頑張ることですね。綺麗な渡嘉敷の白い顔がだんだん血に染まってまいりました、赤みを帯びてまいりました。相手の返り血も浴びています。凄惨な試合になりつつあります。試合は14ラウンド、はい、もうとにかくね、もう手を出すことですよ。もう具志堅さん、本当にここまで来ると気力でしょ。そうですね、渡嘉敷は本当に根性もあるしね、これを本当最後まで生かすということね、はい、
11ラウンドまでは完璧に自分のボクシング、しかし12、13とちょっと自分らしからぬ、渡嘉敷らしからぬボクシングです。これ14ラウンドが終了しました。さあいよいよ最終ラウンド、フィニッシングラウンドを迎えます。右にチャンピオンの渡嘉敷、左に挑戦者のルペンマデラ。これもまた仙台に続いてですね、なんかまたそんな感じですね。今回もなんか微妙な判定になりそうですね。後、はい、楽園の電光掲示板15ラストという文字を浮き上がしています。後楽園ホールです。さあフィニッシングラウンド。さあこの回何としても取らなきゃダメですね、はい、これはお互いに言えることですけどね。12ラウンドに減点が1あります。チャンピオンの渡嘉敷、ボディを狙った。左のストレート。小さな左右のアッパー。この辺りはチャンピオンを誓っています。チャンピオンもね、最後の U を振るってますよ。はい。はい、この14番のビロックね、スピードと全然違うでしょ。はい。この回のはね、すごいスピードがありますよ。いや本当に渡嘉敷も強くなりましたですよ、はい、このラウンドはやっぱりダウンさえなければね、渡嘉敷も判定で勝つかもしれないですよ、はい、ということはやはりこの15ラウンドが大事。はい、いやこれ本当に大事ですもんね。リーロック、この辺りは空振り、しかしかなり深度を出しますチャンピオン。また右のショートアッパー、超満員の後楽園ホール。果たして渡嘉敷の子供の体調防衛なるか、あるいは新チャンピオン誕生か。巻きに沸いています後楽園ホール。このままいきますと微妙な判定にもつれ込みそう。なんとかポイントを取りたいチャンピオン。チャンピオン構成です。渡嘉敷構成です。鼻血を出しています。チャンピオン頭を切っている挑戦者、あもうここはね攻めた方がいいですよ。そうですね、防御なんてなしにしてね、はい、もう攻めること以外ないですね。さあまたチャンピオンの勝ちが飛んでいる。ここで打たれていきませんよ。疲れている、全く疲れた。ここで疲れているからね、クリッとされるとグラッときますからね。しかし気力を振り絞りますチャンピオン。このラウンドはチャンピオンの勝ちが的確に当たっています。入っています。ショートを返すマデラ、わっしょいわっしょいという声援が思わず沸き起こっています。さあ渡嘉敷、最後の力を出して踏ん張るか。右ロック、チャンピオンの方が気力がありますね、はい、このラウンドは。おっと左を切った、右を返すがこれは当たらない。この試合終了のゴング、WBA 世界一ナイフライ級タイトルマッチ15回戦は判定に持ち込まれました。さあ正式な判定を待ちたいと思いますが、いずれにしても去年の仙台といい、今夜の後楽園ホールといい、非常に微妙な試合になりました。まだ渡嘉敷は早くもリングの中で右手を上げていますが、正式な判定はどう出ますか。レフリーのラリーロサリージャ、そしてジャッジのセダール・ラボス、フェルナンド・ルソ。ドロー。ドローですね。チャンピオン、渡嘉敷、ドローによりまして、5度目のタイトル防衛に成功しました。正式なジャッジペーパーを見ないと分かりませんけれども、ドロー。白井さんはちなみにドローです。ドロー、ドローはやっぱりドローですね。ドロー、はい、最後がやっぱり物言ってました。最後取ったんですね。なるほどね。これで命苦労したんですよ。しかし両選手の手が上がったところでマデラ思わず苦笑いを見せましたけれども、まあ、マデラにとっても惜しい試合だったろうし、またチャンピオンにとっては非常に
スリリングっていうもね、どっちかといえば危ない試合でしたね。危なかったですね、今のね、15ラウンドね、はいはい、これで、私はね、ワンポイントを取ってね、うん、そして引き分けと、こういうことになったんですけど、あの1点減点がちょっと聞きましたかね。痛いですね。しかしこのチャンピオンのね、はい、15ラウンドの反撃はすごいもんですよ。あ、採点の結果聞いてみましょう。レフリー、ロザリーラ、145対143、トラシキ、ジャッジ、フェルナンド・ピソ、チャンピオン、145対144。思ったことがちょっとできなかったです。ジャッジ、ラモス、144対144、三者三様でございます。のようにが担当いたしました。チャンピオンのインタビューを行っておりますが、TBS 東京放送森本テレビ編成局長からトロフィーが贈られます。辛くもドロー引き分けで5度目の防衛になりましたチャンピオンの渡嘉敷に、 TBS の森本テレビ編成局長から勝利者賞が贈られたところであります。今レフリージャッジともに採点を引いたんですが、レフリーのラリー・ロサリージャが145対143でチャンピオン渡嘉敷の勝ち、ジャッジのセザール・ラモスが144対144の引き分け、それからジャッジのフェルナンド・ビソが145対144でマデラと、やはり、まあ、この辺が引き分けだとなんですかね。もう一言ちょっとお話を伺わせてください。まあ、しかし、まあ、引き分けなんですけどね、試合の内容は良かったですね。最終ラウンドで、まあ、ものすごい攻撃しましたけども、はい、どんな気持ちでやってましたか。もうまたね、たくさん、判定はね、自分の運で勝とうと思って思いっきり最後行きました。はい、引き分け防衛についてはどうですか。何も言えません。はい、全て見てた人が持ってくれると思います。とにかく防衛はおめでとうございます。はい、ありがとうございます。頑張ってください。はい、はい、ようやく正気に戻ったといいますか、自分を取り戻した渡嘉敷の力強い言葉です。さあ、スローをご覧いただきましょう。最終ラウンドです。まあ、しかし実際にやってる選手は辛いでしょうね。もう本当にね、辛いなんて思っちゃないですね。ドローっていうことはやっぱりチャンピオンの防衛ですね。そうです。今サンチェストレーナーの談話が入りましたが、スリーポイントは勝っていると思ったと、こういう談話が入りましたね。しかし先ほどもお伝えしました通り、3ジャッジはともに三者三様でありまして、規定によって引き分け、渡嘉敷チャンピオン5度目の防衛に成功であります。まあ、それにしても白井さん、まあ、去年の仙台といい、そして今夜の後楽園ホールといい、この2人にとってはなんかこう因縁じみた試合が続きますね。本当にね、はい、去年もそうだし今日もそうでしょ、はい、もう1回やったってね、うん、お客は喜んできますよ。こんだけの接戦ですからね、何戦やってもいいですね。しかし具志堅さん、これでまたもう1回対戦するチャンスが出てくるんじゃないですか。そうですね、やっぱりマデラもね、はい、やっぱり強いチャレンジャーですけどね、渡嘉敷がね、はい、強くなったんですよ、すごく、うん、今日の試合見てびっくりしたのは、目がね、はい、すごい光ってるんですよ。来てすごくもう負けないっていうの意思がすごい強かったんですよ、はい、だから一度やっぱりロープに攻めてパンチ何発ちょっと食ってグラッときたのがあったんですけどね、はい、この後半の13、14、15っていうのはやっぱりチャンピオン渡嘉敷のやっぱり本当の自分のなんていうの気持ちいいですね、性格っていうか、はい、あれが出てね、だから最終ラウンドっていうのは本当に、ね、そうですね、まあ、この経験を生かしてぜひとも長く守り続けてほしいですね。そう思いますよ、はい。